の出演者ね、一言言っていただきたいと思います。まずあのライブシーンでね、歌をね、披露してくれました今谷圭介さん、お願いいたします。圭介役の圭介と申します。あのライブシーンで、僕本業はミュージシャンでございまして、僕のオリジナル曲が使われておりました。ありがとうございます。皆さんもきっとそうでしょうけど、相原さんのお母ちゃんをね、見ながら、皆さんもきっとご自分のお母ちゃんだったりお父さんだったり、ね、おじいちゃんおばあちゃん、身内の方を照らし合わせて、ご覧になってたと思うんですけど、遅かれ早かれやっぱりね、その介護をする立場、っていうのは誰しもが、訪れることでありまして、その後僕たちも介護される側にきっとなったりする時が来ますね。でもそうですね、これ人間として本当に人生の一つの、いい言葉で言うとイベントとしてですね、絶対に避けては通れない人生経験の一つだと思います。今回この映画に、ほんの少しですが、出演させていただきまして、いろいろ本当に僕自身も考えることがありました。皆さんもきっとそうだと思います。このような機会を与えていただいた、原子監督、共演者の皆様、スタッフの皆様、そして今日ご覧になった皆様、本当にありがとうございました。さくらさちかなと申します。本編では西方さんを演じるね、葉月さんに下手くそと関西弁で言って、それをこう引きずるようなセリフをずっと言わせていただいたという、大事なねシーンをやらせていただきましたけども、本当にこの映画は素晴らしい映画だと思います。僕も介護をずっとして母を亡くした人間で、この映画を見ると本当に同じところで皆さん立ち止まって皆さん悩むっていう、そのことがすごく本当に描かれてたので、本当にちょっともし今後ね介護とかされる方はちょっとこの映画を、ちょっと思い出してもらえればいいかなと思ってます。でちょっと介護にね役立てていただけたら嬉しいと思います。で相原さんやね花子監督や西方さん、今日いらっしゃらないですけど西方さんとかいろんなキャストの方々とか、あとエキストラの方々で見ていただいた方々にね本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。撮影の時はもうずっと赤ら顔でね酔っ払い役だったものですから、もうまともなこと言えるんですね作者さんね。大丈夫です。それでは、続きましては、ビデオレターのシーンで登場していただきました、中山さんから。はい、中山さん、はい、お願いします。私は医師役で出させていただいたんですが、はい、失礼しました。伊豆からボランティアのエキストラで参加させていただきました。こちらにいる三森さんも出身の方なんですけど、普段伊豆で大活躍している人のマネージャーやらさせていただいてるんですけど、見るからに芸人さんって感じなんですけど、伊豆だってうずうずしてるんですけど、それでその時に花子さんと知り合いだったということで、私も一緒にこの撮影に参加させていただいて、主役という役をやらせていただきました。医師役ですね。はい、そうですね。今主役って聞こえてしまいました。私とボケが被ってるかもしれません。ありがとうございます。はい、すごくいい花子さんにいい経験させてもらいまして、これからいずれ活動上映する活動をしていきたいと思ってますので、またその時には皆さんぜひ来て伊豆に見に来ていただいていきたいなと思ってます。普段は郵便局員さん。はい、そうです。はい、いついつ大切に配達するぜひぜひ映画の業活動の方もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。そして、はい、ビデオレターのシーンで登場された、はい、別にお笑い芸人ではございませんので私伊豆でバスの運転手をやってます。バスの運転手なんです。まあこの格好なんで。あ、そうなんだ。リアルにバスの運転手だった。なんちゃって歌ってるんですが、今回は先ほどの、中山君の説明通り、少しご縁がありましてこの映画、出させてもらいました。全くね演技とかねそういう舞台っていうのも全く経験なくて、こんな場所立っちゃっていいのかななんて今思いながらここにいるんですけども、思いながらなんかギターを持ってきてらっしゃる方なんかやろうとしてるんですかね。持ってきてくださいって言われたんで。あれ
なんかやるんじゃないですか。やんなきゃいけないんですか。いや、やらなくてよろしければ。はい。母さんのどうだっけ。練習してないですね。はい、じゃあ、あのお時間の都合もありますが、はい、では続きましては、大河原裕太さんにいただきたいと思います。はい、いやー、あの、この順番でめっちゃやりにくいです。すみません、最後、僕みたいなペーペーが最後ちょっと紹介っていうので、看護師の田中誠役をやらせていただきました、大河原裕太です。そうですね、そう、母ちゃんに送る歌で、まあ僕も大阪出身なんで、普段だったら自分の母親のことをおかんと呼ぶんですけど、まあ、この映画に携わって、まあ、母ちゃんっていう響きすげえいいなって思ったんで、次実家帰るときは母ちゃんって一回呼んでみようかなっていうような気持ち。あ、すみません、滑っちゃいましたね、ごめんなさい。で、まあ、大丈夫よ、可愛いから許してあげる。では、この映画に、ね、出演させていただきましたのは、花子さんとのね、うちのそのお母ちゃんと花子さんがちょっと繋がってて、まあこういう機会いただきまして、本当に人の関係っていうすげえ重要だなっていうのふうに勉強させていただきまして、神々ですね、ごめんなさい。全然気にならないから本当に関係者皆様に感謝しております。本当にありがとうございます。で、この映画の、ね、次なる展望の方を花子監督の方から、はい、すみません。本日は本当に皆様ありがとうございました。次回は、関西を中心に私の方が主催して映画の方を上映したいと思っております。春ごろに大阪で協力者と一緒に上映をいたしまして、その後京都と神戸とあと名古屋とあと静岡、この2人が主催で頼りなさそうなんですけどねそしていただけるんで、はい、頑張って少しずつですけれども邁進してまいりますので、皆様どうぞ今後も応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。では続きましてはフォトセッション写真撮影のコーナーに移らせていただきますので、通常ですとね、カメラ写真撮影とはご遠慮くださいというのが通常だと思うんですが、もうこの映画もほのぼのとしておりますので。